皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学比例と反比例の7回目、今回は反比例のグラフを書く、この練習をしていきたいと思います。前半では比例定数が正の場合、後半では比例定数が負の場合、このグラフを書いていきます。 y イコール x 分の12のグラフを書きましょう。このグラフを書く前に、まず x と y の関係表にしておきます、x の通り -12、-6、-4 とこのようにずっと数字が並んでいて、 y の部分が空欄になっています。この y の部分いくつになるか決めるために思い出してください、反比例の式は y イコール x 分の a という形と、比例定数の a を求める式 a イコール xy、 こういう式がありましたよね。つまり比例定数 a、 ここでは12ですけれど、この12は対応している x と y かけた、それが12になるということを表しているんですよね。ですから対応する x と y12 になるように数字を入れていきます。 x が -12 だったら y は -1、 -6 だったら -2、 -4 は -3、 -3 は -4 と、 -2 の時は -6、 -1 の時は -12 と、それから0の時ですけれど、分母が0になることはないので0のところはありません。そして1の部分は12、 2の時には6、 3の時には4、 4の時には3、 6の時は2、 12で1と、このように表が完成しました。この対応している x と y、 これは座標を表していましたよね。ですからこの表を元にしてこちらのグラフに座標を入れていきます。では表を元にしてグラフを書きましょう。まず x-12 の時 y-1 ですね。 -12 の時 -1 というのでこの辺ですね。そして -6 の時 -2、 -6 の時 -2 なのでここです。で -4 の時は -3、-3 の時は -4、 この辺りですね。そして -2 の時が -6、 そして -1 の時が -12 と、このように点を取ることができました。じゃあ x が正の部分、同じように点を取っていきます。 x が1の時12ですから、1の時12と、このような点です。2の時6ですね、2の時6、3の時4、4の時は3と、6の時が2、そして12の時1ですね。こちら側もこのように点を通りました。では次はこの点、フリーハンドでなだらかに結んでいきます。この時定規を使わないようにしてください。定規を使うとガクガクガクってなりますよね。そうにはならないんですよね。ですからフリーハンドでなだらかに結んでいきます。では結んでいきます。今うまく描けたらいいなって思ってます。グラフの端から端まで引きましょう。そして0と交わることがないので、その部分も気をつけてください。こちら側も同じように引いていきます。なだらかにフリーハンドで結んでいきます。こうなりました。このように反比例 y イコール x 分の a、 このグラフは2つの滑らかな曲線になります。そしてこの2つの曲線の名前、これ双曲線、双曲線と、このように呼ぶので、この双曲線という名前も覚えておきましょう。では次は比例定数が負の場合、このグラフを書いていきます。
比例定数が負の場合です。 y イコールマイナス x 分の6、このグラフを書きましょう。先ほどと同じようにまず表を完成しましょう。この表を完成するとき前回と同じで a イコール xy、 この関係を使います。比例定数はマイナス6ですから対応する x と y の掛け算の答え積はマイナス6になるように y を決めていけばいいようです。ですから表の x マイナス6の時には y は1、マイナス3の時には2、マイナス2の時には3、マイナス1の時には6と、このようになります。分母が0になることはないので0のところはありませんよね。そして1の時にはマイナス6、2の時にはマイナス3、3がマイナス2、6の時にはマイナス1と、このように表が完成しました。この表で対応している x と y というのはグラフ上の座標、これを表していました。ですからこの表をもとにこのグラフ点を取っていきます。 x がマイナス6、 y は1ですからマイナス6の時1、この点です。マイナス3で2、マイナス3で2ですからここですよね。マイナス2で3ですからマイナス2で3と、そしてマイナス1の時6で、ここに点が取りました。では x が正の時です。x が1の時 y マイナス6ですから1の時マイナス6、ここですね。そして2の時はマイナス3ですね。2の時マイナス3、ここ。3の時マイナス2、そして6の時はマイナス1と、このように点を取ることができました。この点をフリーハンドで、で前回も言いましたけれど定規は使えません。フリーハンドで滑らかに結んでいます。では滑らかに結んでいきたいと思います。グラフの端から端までですね、滑らかに結んでいってください。でこちらも同じように滑らかに結んでいきます、ね、ちょっと滑らかじゃなかったんですけど、まあ許してください、ね、そしてこの X 軸、つまり Y0 ですね、 Y 軸、X0、 この軸と接することがないのでこの線の傾き、ね、ちょっと気をつけましょうと、ね、この線、ね、X0、Y0 の線と、交わることはないのでね、そのところは気をつけて書いてください。さてここで y イコール x 分の a の双曲線できますよね。この線のことを双曲線と言いました。この双曲線、比例定数の a が正の時には、こちら側とこちら側にできましたよね。つまり比例定数 a が正の時には右上左下、これに対して比例定数が a が負の時、この時にはこちら側ですね、こちら側にグラフができます。つまり a が負の時には左上右下、この位置にグラフが来るので、このこともしっかり覚えておきましょう。今回は反比例のグラフの書き方について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。